はい、新菊を葉を蒸していきます。こうすると新菊の香りが立ちます。はい、これが最後です。全部これはラーメンとかそういう新菊の特有のものに使います。はい、ここにナイフを入れていきます。切っていきます。はい、できました。ここに絞りかすです。みかんジュースを絞っていってきます。少しですね、これは。はい、これをベースです。これを1杯ぐらい入れます。これをかきまして乳化させます。塩を振っております。さあ、はい、ここに新菊を入れてはい、これに乳化したドレッシングをパーッとかけます。さらに軽くドレッシングをさせて、はい、完成です。はい、これにカリフォルニアレーズンを入れます。このレーズンが入るとガラッと味が変わります。はい、これが本当の完成です。おめでとうしい点もありましたけれども、これで完成、盛り付けです。はい、出来上がり。